じゃあ、こんな感じ。まあ、そこに変化もなしっていう感じですね。で、3月もまだその傾向か。19本動画投稿で再生数が1347。ちょっと上がってるけど、まあ、ほぼ横ばいですね。で、49.9とか、ちょっと再生時間も伸びてるけどって感じですね。なら、登録者に至っては初めて減少してるんですよね、ここで。何があったのかわかりませんけど、減少しましたねっていうのがありました。まあ、1とかなんでね、劇的にバクンって減っとったら何かしら炎上があってどうのこうのとかっていうところがあったりするけど、わからない。これに関してはもう様々としか言うよね。ゼロの月あるんでね。っていう感じだったりしますけど、じゃあどんな感じだったのかっていうと、一緒。ちなみにこの時期も2とか増えてるけど、減少してるとこもあるんですよ、こんな感じで。3人入ってきとって、1人消えてってるんで、2になってるということだったりするんで、上下はあるんですよ、結局。で、いうところに行くと、3月はじゃあどんな感じだったのかっていうと、よいしょ。こんな感じでね、1増えてるけど2減なんでって感じですね。こんなもんです。で、何の動画上げてる？この時期。4つ目のやつで、あ、牛山駅のちょっとした動画とかね。細かい動画が多かったんで、この辺りとか再生入ってないのか。入ってない？ 12 再生か。全然入ってないな。ロータリーのところとかやってたやつですね。西桑名駅の動画はどう？ 180 か。そう、これはニコ動の方でもなんか再生多いんですよね。とかがあってします。ターミナル決まったん制覇のやつがずっとやって、金プセージのやつとかね。ちなみにこれなんか新しい感じのね、4分割のやつになってるから、なんか新しい感じになってます。これは後から作りましたね、確か。もともとは全然サムネイル作ってなかったんやけど。こいつだけちょっとリニューアルして、サムネイルをリニューアルして作った感じですね。先に打たれるシーンとかあったんで、ちょっと、あれだし。これはちょっと伸びるかなって、後伸びを期待して作って、まあまあ、実は、ですからサムネイル大事に、この辺りサムネイル書いてるはずなんですよ。で、その効果もあってから、なんかこの辺りが急に伸びてます。不思議な空気抵抗を描いてますけどね。速く走れますよ、多分こいつ。だいぶ空気抵抗な感じに滑らかですからね。とかがあったりしますね。で、まあ290読まれてんだ。やっぱサムネイル書いたのは結構意味あったのかもしれないですね。だから登録者増えてるのもめちゃくちゃ後でしょ。2年経ってから、登録者に関心持ってもらってるとかがあるんでね。まあ、これがうちのところの特徴ではあります。で、あとは、時事ネタとかも運びながら、雑談しながらって感じで、雑談がだいぶメインになってきてますね、この辺りは。っていうのがあったりします。で、カラオケルームの動画で、あれを、こうだったっけ？まだか。カラオケルーム系の動画で、後伸びしてる。あ、ある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 。こいつだ。この動画がね、実はここで上がってて、21.1、ジョイサンドの、ジョイボタンの動画が上がってるんですけど、実はこれが、全然ね、あ、ここでは一応トップ10には入ってきてるのが29再生ってことなんですけど、この動画が、後々、超重要になってきます。この動画、超重要になってきますんでね。後々、またちょっと、重要になってきたところら辺で、そのデータを見てみようと思います。今見ると、ちょっとネタバレになっちゃいますからね。っていうのがあったりします。っていう感じなんで、実は、厚伸びする動画は、実はもう作りながら、一応、時事ネタとか、雑談を挟みながらって感じの折り合いでやってますねって感じで、特に営業、そんなにトップ3には影響はなしって感じですね。あ、ちなみにとか、河内長野駅ねとか伸びた感じで、底上げがされて、ここで初めてトップ3、2020年の1月にね、上位3動画が、すべて、3桁いきましたよ。100再生オーバーになりましたよってことですね。で、その次に、来るんですが、この4月でちょっと様相が大きく変わってきます。26本、ちょっと多めに動画を投稿してるんですけど、雑談系とかが増やした感じやったかな。実はここで急にドーンと再生数が増えます。5390ということで、ここで過去最高を更新しますね。急に5000再生まで超えてる。何があったんやというところです。再生時間も、初めてこの時、100時間を超えましたね。で、しかも185ってことで、いきなし、4倍近くに増えてる計算ですよね。ですから、急に、
めちゃくちゃ増えてるんですけど、で、登録者も15ってことで、ここ増えてる。何かっていうと、この時だけちょっと、トップスリーの様子が完全に変わっています。ケラス炎上動画ってのがあります。これ何かっていうと、鉄道系のところのネタなんですけど、こんな感じで、その動画がここかな、ケラさんの動画が、これが、ボーンと伸びてるっていう感じですね。珍しくちゃんと YouTuber っぽい、動画の再生の伸び方なんですけど、これだけね、こんな感じで。これはもう本当、後からの再生はほとんど入ってない感じですけど、でも言うて、100さんとか入ってるから、実は多いのは多いのか。ただ、動画の傾向としては、これがよくある YouTube の動画の傾向です。ボーンと上がって横ばいっていうのが、これが一般的なやつで、これは何かというと、ケラスさんっていう、一応あれ VTuber とかだったっけ？まあ、いわゆる鉄道系で、やってる方がいて、で、まあ、スーツさんはね、今もやってる、もう100万人突破したね、すごい。大きいチャンネルになっているところなんですけど、スーツさんが当時40万か50万ぐらいだったっけ、のところで、ケラスさん、4、5万人ぐらいいたのかなと、まあ、それなりに、鉄道系の中では、トップ10には入っているぐらいの、そのやつを、再生とか持ってた方だったんですけど、なんだったっけ、長崎駅の庁舎建て替えが、老の方のとかの時期だったかな。で、結構長崎の動画が、ポンポンと増えてた時期で、その時にスーツさんがその長崎の前景撮ったね、サムネ使ったのが、ケラさんもその前に、長崎の動画を上げとって、それがパクリやないかっていうので、なんか、わーっと、ちょっと炎上したっていうのがあったんですよね。それで、まあ結局、結果的にこれが原因で、ケラスさんは、もう、動画投稿、凍結しますもんね。で、もう全く動いてないっていう感じになってるんですけど、これにね、珍しくちょっと乗っかる系の動画を作ってね、で、なんならうちが、訴えるぞ、みたいな、じゃあ俺も訴えるぞ、みたいなやつ、なんだったっけ、スーツさんがあれか、ケラスさんが駅名を間違えてしまったっていうのをやっておって、それがうちは2019年とかに結局その間違えちゃったシリーズって言って、三日市駅と四日市駅を間違えてしまったとかが一番最初だったかなっていうのを挙げてたんですよね。ですから、いやいや、うちと完全に似た企画、パクっとるやないけーとかって言って、で、スーツさんの方が、なんだったっけ？スーツさんの方は、あれだ、駅間散歩だ。駅間散歩ってのをうちのところがやっておって、で、スーツさんが、この動画の1ヶ月前ぐらいかな、の時に、駅からウォーキングっていう、やつで、駅と駅の間を歩いて散歩して、秋葉原から万世橋のあたりとか通ってくるルートで、案内してたかなっていう感じで、駅と駅の間に、こんな魅力的な鉄道スポットがありますよっていうのを紹介してる動画があったんで、駅と駅の間を歩いて、その散歩した動画をアップロードする。ほら、うちのところがもともとやってるやないかーいっていう。ことで、じゃあ、俺もパクリで訴えるぞーって訴えるわけないんだけどねっていう 動画だったりするんですけど、これが、まあまあ炎上しまして。まあまあ炎上したけど、結局これが、登録者数9に繋がってるんですよねっていうところがあったりするんですけどね。この、最近1再生入ってんだ。おー、なんか1再生入ってる。これはもう最近はもう全然伸びてないですからね。っていう感じですね。重要なパートというのは、まあ、こんな感じで、最初にパート来てるけど、まあ、そんなに維持もされてないんで、その炎上のイメージだけがわーっとついてるって感じになってるのかなってところがあったりしますけど、まあ、というか、鉄道系は、まあ、で、の、どうしてこうかなっていう、鉄道系の人の認知してもらって、普通の鉄道系とは違うアプローチをしてますよって、そういう散歩動画とかそういうのやってるよっていうので、どういうことで興味持たれるかな、もらえるかなと思ったんですけど、鉄道が好きな人はそんなところに興味ねえっていうことで、っていうことが、発覚しましたんで、まあ、考えてみたら、そもそも、鉄道好きで、その、
取ってる人とかで、まあ中にはいるんですけど、それで、そのご当地のやつを食べてたりするのも、好きで当然で楽しみよという人もいるんですけど、いや、そんなのコンビニのおにぎりでいいんだよって。俺だってここで、ここの、あの限定で走る列車とかを取りてんだっていう人とか、とかそういった需要の方がやっぱし圧倒的に多かったんで、鉄道系に対するアプローチをしていくのは、結局、再生伸びないなと。うちのところだときついな。だったら、もう、スーツさんとか、サイモンジさんとか、赤虫さんとか見りゃいいじゃんっていう風になっちゃうんで。で、企画をちょっと気を手だった企画で面白いって言うと、綿貫さんとかも いますからね。で、そっちの方のが、結局、鉄道のこと分かってるしっていうところで。で、まあ、全体として言うのは、鉄道系のところだと、計画性、ちゃんとプラン立ててやってますよね。っていうのがあったりするんで、西園寺さんなんかもそうですよね。計画性立てて、もうそうね、謎さんもそうか。そうですね。基本的には、鉄道系のやつっていうのは、ゴールのところまでちゃんと企画書ができてる感じですよね。で、作るっていうのがあるんで、で、うちとは真逆なんですよ、そのあたりが。逆に言うと、うちは道路型なんで、道走っとったらって、どこで信号、ここで捕まるかどうかわからんやって。でも、鉄道って、分単位で、秒単位でピタってわかるじゃないですか。っていうのが、を楽しむっていう感じで、それがカチカチカチとうまく決まって、ダイヤうまいことできましたっていうのが、やっぱ、結局好きな人が多いんで、そこに対してそういった、本当に何も決めずに、ふらーって乗って、急になんか別の、電車にポンと乗ってみたりするとかっていうのが、そんなのは、セオリーじゃないって言って、どれぐらいその中で、そういうことをやるやつもいるんだって言って、それはそれで面白いやんっていうふうに、来る人がどれぐらいいるかな、1割ぐらいいたらラッキーかなと思ってたんですけど、1% もいなかったっていうのが現状だったんで、これはもうダメだった。1% いないとさすがにきついわっていうことで、そっちにアプローチかけるのちょっと、やめとこうっていう感じになりましたねっていうので、ちょっと方向転換ありましたね、このあたりで。ですから、どっちかというと旅行系って感じでまとめてくるような感じのアプローチに変えたというのがこのあたりですね。まあ、そのあたりが、それが、あれで、そういう風にしてた方がいいよねっていうのが、わかりやすいのは、スーツさんも旅行系動画と交通系って言って、分けてるっていうのは、そのあたりでしょうね。それで、その交通系のその鉄道のやつは、100万させていってるっていうのは、そのあたりとかの、差別化とか分別化とかがうまいこと、やっぱブランディングうまいのかなって感じはしますよね。とかって話とかもしながら、ですが、今回長いですよ。これ、山田決算会ですから、ね、皆さん思い出してくださいね。大丈夫ですか？はい。決算の話一切してない。今後だって収益ゼロなんで、の話をずっとするんで、ゼロ A の話をずっとするんで、収益の死の字もずっと出てこないですからね。はい。覚悟しておいてください。っていうところなんですけどね。山田決算会でいいのこれ、もう、読み読ま雑念した方がいい気がしてきたけどな。のがあって言いますけどね。あとは、学年先に撮った話とかね、このあたりとかの動画ね。はいはいはい。これはなんだで、全国トップと取った時の話とかですけど、学年社会の方のやつが伸びてんだよね、確かこれ。37。トップ取った、取ったよっていうやつは、31。ああ、もう同じくらいか。って感じですね。まあ、30再生とかなんで、でもこれが通常パフォーマンスですからね、うちのところの。よし。ああ、こんな感じですね。で、ここは、ケルさんの効果があったね。急にドンと3000再生が入ったんで、トップに踊り出る形になりました。実は4位とかにも、新しい動画が入ってるんですね。これ、はま寿司のテイクアウトメニュー。コロナが始まった頃ですね。で、テイクアウト需要が増えてくるよっていうので、そのあたりのやつを、取り扱った動画がやっぱちょっと伸びたね。3桁いったなっていうところとかがあったりしますと。アベノマスクとかもちょっと伸びてたんですね。あったね。どっかに眠ってるわ、あのマスク。あったわ。そういや、多分使ってないからどっかに眠ってるはずだ。探してみようかな、それ。よし。取り扱いのところで、これで、キラスさんのやつが3300っていう風に、どんどん桁違いのやつが入ったんで、初めてね、4桁再生のやつが入りましたよ、ということでございます。それが単純に押し上げた形ですね。ですから、いずれは、ガンガリ止め動画とかが、再生数が落ちてるわけではなくて、ここを比べてみると、実は再生数は増えてますからね。
特殊トリアとかにはちょっと入ってるか、うん、ですけどね、という感じなんで、別に、この辺りとかが全く再生入れなくなったわけではないというわけでございます。単純にこれが伸びたというわけですね。ただこれは、もういわゆる、一過性のやつでポーンと伸びて、他に伸びなかったんで、結果的に5月になってくると23投稿で2143ということで、まあ、また半分以下にドンと下がっても、まあ、この後、ちらっと見ると1500とかになってくるんで、まあ、実は、元数字にまた戻ってくるような形になるんですけど、っていう感じですね。